く痛いんですよ、ね、左の方がね、はいはい、胸もやっぱり左が張ってますね。ボーカルと、ボーカルとギターです。ギターっておっしゃいましたよね、はい、ギターって結構やっぱこう細かい指の動きで、はい、腕が疲れそうですね、手首とか。そうですね、やっぱりたくさん使ってると思います。はい、ギターってすんなり弾けました。僕あれなんですけど、はい、最初にやってたのがベースだったんですよ、はいはいはい、ずっとベースでバンドしてたんですけど、はい、こんなにギターいっぱいをちゃんと弾こうになったんで最近で、へー、弾けるようになったのもやっぱギターの方が後だったんで、はいはい、割とすんなりでしたね、はい、ベース。そうなんですね、はい、ベースとギターって似てるんですかやっぱり。いやでも細かいこと言うと全然違うんですけど、はい、あ全然違う、はいはい、でもやっぱなんかざっくりとした動き自体はもうほとんど一緒なんで、あーもうベースをマスターしてる人からしたらギターは結構簡単っていう。いや簡単じゃないですけどね簡単ではないけど簡単がちょっとあるかなぐらいですか、ね、やりやすくはなるみたいな、はい、もう全然上手じゃないです、すごいこの手やっぱり硬いですね、張ってますね、疲れてますね。押し加減どうですか。いい感じです、うん、でちょっとバイオフリーズっていう筋肉疲労の方に向いているジェルがあるんですけど、はい、それトリートメントでもよろしいですか、はい、塗ってちょっとスーッてするんですけど大丈夫ですか。大丈夫です、はい、はい、これめっちゃ気持ちいいですね。あ、よかったです。やっぱりね、ももの持つのもギター弾くのも腕がね、張りますからね、はい、かなりやっぱりこの手も腕も張ってるので普通に押すより流してあげる方が。これちょっと痛かったですか。大丈夫ですか。大丈夫です、はい。このジェルのスースー感もいいですね、はいはい、あそうですね、はい、今暑い時期ですしねちょっとやっぱり手はほてってる感じあるので、はい、はい、いつも暑いです。あそうなんですね、はい、ちょっと熱く感じるところ冷やしてあげると気持ちいいですよね、はい、ギターとかベースとかいくつも持ってるんですか、はい、いやそんなに大した本数は持ってないんですけど、はあ、ちょっと用途に合わせてぐらいですかね、はい、へー、楽器もこういっぱい欲しく なるもんですよね。 なりますね、 ねやっぱやってる方だとこうこっちのモデルが欲しいとか多分、はい、ありますね。ありますよね。なんかあの人あれ弾いてた。あ、そう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 。そうですよね、はい。そういう目で見てますもんね、別のアーティストさんを。そうですね。はい、最終的にやっぱ自分に似合うのが一番いいと思うんですけど。ゴリゴリしてますね。痛いですちょっとこれは痛いですね。さっきより緩んできてて、はい、はい、まあ、さっきはこうカチカチな感じだったんですよ、はい、今だとまあ入って痛いって感じですよね。そうですね、はい、ゴリゴリしてます。このゴリゴリの正体は何なんですか。コリですコリですか。コリです。やっぱこう同じ使い方してると老廃物が溜まりますので、はい、ケアしてあげないと繊維もこう太くなっていくっていうか、はい、いい繊維ってこうパラパラとほどける感じになるんですけど、はい、それがこう老廃物でくっついてゴリゴリしてきますね。あ、そういうことなんですね、はい、
そうなると結構こう繊細な動きがしづらくなったりっていうのも、なんかこう、あ、押し間違えたとか手疲れると多くなりますよね。なるほど、はい、なんか思い出したんですけど、はい、あのスマートフォンを使うじゃないですか、うんうんうん、あの僕そのスマートフォンでボタンを押し間違えることがものすごく多くなった気がしてきたんですよ、最近。よってあの誤字脱字が多いわけですよ。全然語学力がない人みたいな。分かってるんだけど手が言うこと聞かないってことですね。もしかしたら、ね、その理があるのかも。あ、そうです、肩凝ってるからだと思います。はい、肩首が凝っちゃうと、まあ、腕もそうなんですけど、はい、疲れちゃってると神経伝達がうまくいかない、はい、ミスタッチが多くなるっていう。指なんてかなりこう細かな動作なんで。そうですね、はあ、ちょっとのズレがもうね、やっぱスマホとかだと間違えたりなりますからね。はい、ちょっとフィジーの方からですか。はい、はい、痛いね、うん、痛いです ですね。肩甲骨がね、こうこっちに ずれちゃう、 前の方にね、はい、来ちゃうんですよね、はい、背中がこう丸まってる方っていうのは、はい、肩甲骨が開くので自然とこうここにはみ出してくるっていうか、はい、はい、でこれちょっと押さえてあげたいですけど、やっぱり動きづらくなってるので、はい、痛いですね。結構ボロボロなんですね、はい、いやいや まだまだ大丈夫なんですけど、ちょっとだんだんいろいろ出てくるとは思います。やっぱり生活の中で特にそういうギター弾いたりとか、はい、もう決まった動きがね長時間あったりすると、はい、はい、癖がついちゃいます。ここも痛いですね。痛いですね、はい、ここが狭くなってると結構この手が震えちゃったりとか、もたあご感じたりとか、ひどくなるとしびれたりとか出ちゃいます。あ、なんかもろもろ、はい、あります、はい、思い当たりますか。はい、はい、ちょっとその打ち間違いとかも、はい、結構ここが狭い方は多くなってると思います。どうですか、左腕。なんかすごい軽くなった感じが。はい。